本日の試合で2020シーズンホームゲームが全て終了いたしました。今シーズンも最後までファイターズを応援いただき誠にありがとうございました。ではここで選手を代表し中島拓也選手会長よりご挨拶申し上げます。2020年シーズンたくさんの応援ありがとうございました。新型コロナウイルスの影響により無観客で試合が始まり寂しく感じていました。今は人数制限の中拍手のみの応援ですけどすごい力になっています。改めて皆さんの声援のありがたみを実感しています。まだ油断できない状況ですが来シーズンこの札幌ドームが満員の中で試合ができるよう願っています。そして来年こそリーグ優勝を皆さんに届けられるよう今年の悔しさをバネに頑張っていきたいと思います。本当に1年間ありがとうございました。続きまして栗山英樹監督よりご挨拶申し上げます。皆さん1年間本当にありがとうございました。今タッグからありましたが今年はコロナウイルスの影響で全ての人が大変な思いをしています。それだけになんとか勇気元気お届けしたいと思ってここまで戦ってきました。しかしその思い期待に応えることができませんでした。ただ戦いはまだまだ続いていきます。来シーズンこそは必ずや優勝を受け取ってファンの皆さんに大きな大きなプレゼントをします。今シーズン大変な状況の中本当に応援いただきましてありがとうございました。来シーズンもどうかファイターズのことよろしくお願いします。ありがとうございました。栗山監督ありがとうございました。